今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はですね、いただき物でございますが、一心堂のフルーツ大福ですね。これ、梅田の、百貨店のものなんですけれども、すごい行列が並んでるそうなんですよ。で、ここのフルーツ大福、編集室とかでも差し入れでたまにいただくんですが、めちゃくちゃうまいんですよ。このメロン大福がもう1個670円もするんですけども、このメロン大福もメロン食べるよりも美味しいんではないかっていうぐらい、非常に美味しいものでございます。多分フルーツも相当厳選されてるんだと思うんですけども、あと柿があったり、これマス、これはあれか、マスカットですね。春王っていうのかな、春王、春王かな、ちょっとよくわからないんですけれども、で僕はこのマスクメロン大福をいただきましたよ。1個670円でございます。しつこく言いますが670円ですよ。で、周りのお餅がすごく柔らかいんですね。安倍川餅っていうやつ、こんなん違ったかな、すごい柔らかいんですが、これとね、この中のメロンとの相性がもうほんまに素晴らしい。初めて雪見大福を食べた時と同じぐらいの感動を覚えたんですけれども、非常に美味しいです。もうそれしか言いようがないんですけれどもね、非常に柔らかくて甘くて、ほんまものの本当にメロンを食べるよりも、こっちを買いたいなというぐらいの、ものでございます。で、マンゴーとかね、いろいろスイカとかもあるんですね。ちょっといろいろ食べてみたいんですが、いかんせんまあまあ結構値段がいい感じの値段しますので、おいそれと買える品物ではないのですが、お土産でいただいたらすごい嬉しいですね。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。最近もうね、フルーツ大好きで、まあ柿ですかね、季節的に言うと。それとメロンが安くて美味しいので、ぜひぜひ